上野山くんのこと、自分の、誰かの恋、新しい音楽、人を共鳴させるやり方。眠れなくても夜は明ける、それを僕は眺めている。変わり映えのない白い壁。なんだ今の。こんなに鳥肌が止まらないのはいつぶりだろう。いつから俺は音楽が嫌になってたんだろう。始まってくこと限界だっても、あんなに好きだったのに。雨月の演奏を初めて聞いた時は確かに今と同じ震えを感じてたのに。音楽が好きだ。春に咲いて、ああ、前にライブを見た時に何か引き金があればこいつも化けるのにって感じた、その予感をここで答え合わせしてくるか。その男なのか。わかってる、眠れなくても夜は明ける。繋いだってもやがて離れる。途方に暮れて泣きわめいてもやがて泣き止め。君がいなくても彦がこのまま帰ってこなかったらって何度も考えた。何度考えてもうまくイメージできないけど、明日急に帰ってくるかも、帰ってこないかなとか。でも同じくらいこの苦しみが終わってほしい。でもやっぱり嫌だな。今この部屋に詰まってるものが全部消えちゃうのは。何か一つ残らないかな。二度と元に戻らなくても、遠くにいても、音楽だけは残ればいいのに。だから大丈夫、大丈夫、ほらもうすぐきっとどこへでも行けるから。夜が明ける、届け。